お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらの、メガナイト、まあ、ロイジャイデッキですね。まあ、なんかいわゆるハネハネデッキって呼ばれてるデッキなんですけども、こちらですね、なんかいろいろね、その環境によってゴボリが入ったり、まあ、なんか、トリトンが今ね、入ってるんですけど、で、また吹き矢の枠がマスケットになったりね、いろいろ変わってるんですけど、この形がね、今来てます。気づけば今ね、その毎日ね、そのグラチャレとかのその勝率ナンバーワンみたいなのが出るんですけど、これ今1位です。ナウ最新で、勝率ナンバーワンのデッキがこちらになってます。というわけで、デッキのね、完成度がやっぱ高いっていうんで、使えばやっぱ勝ちやすいっていうのはね、そのクラロワにおいて大事なことでね、そう、今トロフィーもちゃちゃっと今66まで来て、なんか昨日ぐらいまで僕63か64ぐらいまでいたんですけど、なんかね、デッキパワーでゴリ上げました。というわけで、まあ今日はね、こちらを使ってやっていきたいと思います。まあ、やっぱ、いろんなデッキ存在しますけども、まあ、家庭安さと言いますか、やっぱり、自分が作ったデッキも大事ですけど、やっぱ強いデッキですね。その辺にあるデッキを使った時と、やっぱ強いデッキを使った時の、やっぱ勝ちやすさっていうのはあった時にね、その強いデッキを使った方が、あ、なんか知らんけど勝てたとか、このデッキ強いみたいなのがね、やっぱあるんでね。やっぱ強いデッキを使うっていうのも、まあ大事になってきますね。はい、というわけで、圧倒的デッキパワーで、今から勝っていきたいと思います。で、今横でっていうか、まあちょっとキッチンまでは離れてるんですけど、彼女さんがご飯を作ってくださってるんで、若干ね、食器の音とか、なんかね、音が、もしかしたら、まあ、入ってないかもしれないですが、入ってたら、まあね、そういうことなんでね、お気になさらずに、お待ちください。よし!よろしく?さあ、というわけで、日本人の方ですね、日本の方には、さすがに負けたくないんですけど、なんかね、日本人結構、クラロワですごいらしい、それなんか世界の国、で、見たときに結構日本のレベルが高いみたいな、よく聞くんで、まあ、それはすごい嬉しいことですね。まあ、レベル高い分、やっぱね、周りが強いと自分も負けられないなってなるんで。はい。というわけで、相手はコウモリ、生き玉な、ときたら、まあ、バルーンかエリポンクロスか。いや、コウモリ、いや、エリポンクロスはないですね。バルーンとか、ラバクロでしたね。ラバクロでしたねっていう。まあ、ラバクロ、相手多分プリンセスとかマスケットが処理できないんですけど、こっちもあれなんですね。こっちからしたら、相手のね、あれが厄介なんですね。よいしょ。あ、これ惜しい。ベビーが多分処理できる。ベビーが処理できる。相手のね、ホバとかも、こっちはスペルで処理できないんで、それがちょっと厄介になりますね。光栄が、相手のベビーとかが、ちょっと処理するのに手こずる感じですね、こっちは。これも攻めちゃいます。攻めて、多分、そう、もうこれだけ、コウモリだけで多分守れないと思うんで、1個は折れますね。1個は多分折れないか?いや、ギリ折れる。もう一つ?はいはいはい。まあなんですけど、問題は、僕の攻撃は通るんですけど、相手の攻撃も通るんで、お互いにね、削り合いになっちゃうっていうのがすごいありますね。なんで、ここの防衛がまたむずいですね。ラバーは溶かせるんですけど、光栄を溶かすのは難しいっていう部分において、どうするかっていう。まあ、ベビー追加が、まあ、来ますね。さすがに。まあ、スケアミでタゲ取りつつ、時間稼ぎするけども、みたいなのがありますね。これ多分もう守れないんで、1個はおられるけど、この後の戦い方ですね。まあ、1個はね、取られても、こっから取ればいいんだね。相手、雪玉咲いたんで、僕のコウモリが行きますね。よいしょ。まあ、ビビドラガイとランバー、スキャミぐらいが来ますかね。相手は、ここで多分、形作ってきますね、もう。相手のホバリングだけでも処理できたらでかいんですけど、相手のホバリングがもう、強え、やばいですね。プリングだ、もう一発で処理できますね。よいしょ。ギリ耐えるけど、多分一個これ、耐えれないかもっすね、もしかしたら。いや、耐えれたらめっちゃでかいけど。お、耐えれる。
耐えたら、あ、これ耐えたって言っていいのか。まあ、でも1個おるでしょ ?1 個おるでしょ ?OKOKOK。いや、いい流れ、いい流れ。これで、あとなんか適当にこの辺処理して、カウンターですね。良き流れが来てますね、良き流れが。まあ、お互いにね、その、やっぱ処理できないっていうのがあるんで、むずいんですけど、立ち回りが。これは、ここで竹取っちゃって、で相手スケアミとか来るかな、多分ここに。あ、来ない。OK、スケアミ読みプリン。まあ、プリンとマスケットいっぱい出しとけば、相手が困るみたいなとこありますね。よいしょ。プリンとマスケットいっぱい出す。で、スケアミもコウモリも咲いてるんで、ここで、多分ロイジェイバレルぐらい行くと、めっちゃ刺さると思うんですよね、僕的思考だと。というわけで、まあ、行くんですけども。あ、俺のコウモリ下手か、これ。あの、相手のホバリング処理できないと、ハードカウンター来て終わる。終わる未来が見えてきた。いや、でも言うてまだ戦えそうっすね。いやー、これ一戦目から激アツみたいなとこありますね。OKOKOK。相手のこのクローンは、まあまあ、ギリね。ギリね。ギリ耐えって感じで、トリトンで攻める。よいしょ。ランバー使いましたね。ランバー使ったということは、ロイジャイでここでスケアミが来るか。あ、スケアミサイト来た来た来た。これ絶対相手止まんない。でも俺も止まんない、これ。やばいやばい。来た来た来た。はい。危な。まあ、あれですね。これはすごい、クソ試合みたいなとこあるかもしれないですけど、あれですね。やっぱお互いに、なんだろうな、奥のユニットが処理できない。まあ僕って言えば、まあホバリングとか、ビビトラが処理できないっていうので、で、相手もこのプリンセスとかマスケが処理できないんでね。なんだろう、もう、許容して、その、一個はおられるけど、その、守ったユニット。を生かして、まあ、僕だったらプリンとかマスク、相手だったらホバとかベビーを生かして、どれだけその2周目のその攻めをうまくできるかみたいな感じになっちゃいましたね。それだけ、まあ、絶対守れないんでっていう。守れないからこそ、それをどう次につなげていくかみたいな感じの戦いになっちゃってましたね。よろしく。というわけで、まあ、トリトンね、このデッキの強さっていうのがやっぱトリトンに僕はあると思ってるんで、トリトンうまく使っていきたいですね。ゴレとかジャイとか全部ここにトリトン出して、キング起動して、で、あと紅葉をね、メガナイトとかマスケとかでしっかり処理するっていうのを、これね、僕結構トリトンの使うのには結構自信を持ってるんでね。よいしょ。個人的にですけど。まあ、これは、正直合わせなくてもよかったかな。逆サイロイジェイ攻めて、でも言うて両サイカウンター来るから、まあもう、ここで、プリンも出して、殴るでしょ。オッケーオッケー。これスパーキーも引っ張っちゃいますね。スパーキー引っ張っちゃって、あ、でも橋渡んないか。そう、出た。これあるあるなんですよね。まあ、でもマスケが、オッケーオッケーオッケー。で、プリンが残ると、最高なんですけど、危ない危ない危ない。相手、ジャイスパガゴムレですね。ジャイスパガゴガゴ。ってことは、まあ、バーバリアンとか入ってそうですね。もしかしたら。ギャング、ダクプリ、この形がすごい厄介ですけど。まあ、こういうのはスキャミで、多分なんとかなります。はい、受けて、で、ジャイスパガゴガゴっしょ?ダクプリギャング。まあ、ここはね、スルーして、なんで、もしかしたら相手は、これまたね、相手またプリンセスとかを処理できない可能性がある。可能性がありますね。本当はこのジャイをあれですね。トリトンでキング起動して、光栄をいい感じに受けたいんですけど、多分、わぁ、すごいことしてくるな、マジ。あー、これ終わりそうっすね。これ多分終わった臭いっすね。この、ザップとかないんで、このガゴムレがね、ちょっと厄介ですね。まあ、でも、ここを、この僕のプリンがやっぱ残ってるんで、ここをうまく活かしていきたいですね。トリトンも生きてるんで、ここで、よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。こう、守ったユニットを守ったというか、防衛で使ったユニットをしっかり活かして、やっぱ俺はマスケッティーが処理される。オッケーオッケー。まあ、ダメージ入ってますね。まあ、問題は、こっからみたいなのがありますね。で、あれは、スケアミでもトリトンでもメガナイトでも何でもいいんですけど。あ、待って、ごめんなさい。ミスった。
痛い。いや、もっとやる。これ多分ガゴムね。いや、ジャイ受けからのガゴムで処理。何個来ますね。OK。で、これ多分ギャングで処理してくる。いや、もう一旦足りねえな。いや、もう一旦足りねえな。いやー、これもったいない。マジで、さっき、スパーキーの目の前に、なんか違うやつ出してしまった。マジで。いや、もったいなー、これ。結構、勝ってたと思うんですね。ちょっと待ってください。これ、リベンジ。リベンジマッチ行きたいですね。これはちょっと勝てましたね。今のは、まあ、多分1個守るのが多分むずいんで、1個折られても、その後、多分うまく攻めれてたらいけるかなと思います。来た。よし。ワイソーシリアス。知らんけど。よろしく。というわけで、まあね、基本ジャイとか、ゴレに対して、お、やば。相手、初敵つるいじゃん、相手やってますね。まあ、一旦合わせて、まあ、バレる暇なんで投げときます。初敵つるいじゃん、やってますね。なんか、多分普通のテンプレじゃないと思いますね。だってこれ今、ザップも使ったっすよ、相手。だってこれに、やば、ボンバ。やばい、次元が違う。センサイズゴッドですね。まあ、これだってコウモリが無双するでしょ？ワンチャンスキャン見つけたいまであるけど、ウッドとかあった時怖いんで。オッケー。いいよ。これでプリンが多分残ってくれるはずなんですよね。これ多分、まあ、残しますね。残して、オッケー。おへい。まず、異次元。ボムタワーボンバー、ファイスピー？あー、これしかも爆破で飛びますね。えい。やりますね。で、次、ロイ、端前来たら、ザップ持ってる、回るか、ザップ撃たれたんで、さっき。スキャミル防衛した瞬間にザッパーン撃たれて困るんで、トリトンで逆に引っ張りたいなと思います。まあ、一回バレル投げましょう。一回やば相手めっちゃ結露するじゃん。で多分ザップで、そう、このプリンの処理が多分相手が厳しいみたいなところがありそう。まあここでロケかなんかが来るか分かんないですけど、うまっ。危ない。これ多分コウモリでボンバー処理してくる読みだと思うんですけど、まあ、これも踏んじゃって、よいしょ。これで一発なら全然で、ボムタワーが来るんで、まあ、言うと、そう、ババだ。このババがちょっと厄介ですね。僕のロイもこのババに抑えられちゃうんですけど、まあでもやっぱ相手が多分ザップだけっていうのが、多分ほぼ確だと思うんで、そこロイ J バレルして、はい、バルンかい。よいしょ。これバレルしてからの、それはうまいな。ファイスピで、しっかりそこ処理されると、ちょっとね、こっちも、辛いですね。もうここマスケ出しつつ、まあ、これ多分踏んじゃっていいですね。踏んじゃった方がいい。トリトンで引っ張ってもいいんですけど、踏んじゃって、これメガナイトマスケ作っておくと、相手的にはきついと思いますね。ここもロイジャイバレルやっちゃいますね。バレル飛ばすだけ相手きついと思うんで、オッケー。で、またファイスピーだけど、多分結構入ると思うんですよ。全然入ってない。いや、君ならいけるよ、ロイジャイ。OK、一発。さあ、二発。まあ、ロイジャイバレルするだけでいいですね。相手がやっぱウッド系を持ってないっていうのは、でかいですね。これはもうダメージ怖いなと思ったら最悪ね、トリトンでこう引っ張ってあげたら、お前じゃない。やばい。OK、ここ多分ババが来ますけど、コスターが空いてない。オッケー、来たー。よいしょ。なんかね、もうデッキのパワーがあります、これ。2戦目負けちゃってるんですけどね。よいしょ。なんか、相手がやっぱその、5ウッドザップとかの3スペでも、その、ウッドをバレルに打つ、で、ザップをコウモリに打つと、さあ今度ね、プリンセスやっぱスキャミを処理できなくなっちゃう。まあ、5でどっちかみたいな。で、じゃあ今度、プリンセスに打った相手が使ったりしたら、バレルが通るっていうね。で、バレルに5を出したら、今度マスケを後ろから展開できて、みたいな感じで、結構相手のね、スペルをやっぱ枯渇させられるっていうのが、まあ、クラロワにおいて強い点。で、まあ、さらにね、このデッキのその枯渇要素が多いんで、結構いいです。なんか相手がやっぱ、その後ろから左プリンとか、マスケ裂いたり、バレル飛ばしたりして、相手がザップ使ったら、じゃあコウモリ使ったり、相手がなんかウッド使ったら、じゃあバレル飛ばしたりみたいな、いろいろね、ここで、サイクル作れるんでね、ぜひぜひ、こちらのデッキね、今、ウィンレートナンバーワンなんでね、ぜひ、
まあ、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。というわけでぜひねこちら皆さんに使ってみてほしいなと思います。はい、というわけで今シーズンね、多分シーズン長いんで8000が出ると思うんで、まあ、8000ね行きたいなと思います。はい、というわけで、よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。